バイザーあり、ヘッドセットありのヘルメットいきます。バイザー付きオープンヘルメットは、まあ、本来はオープンヘルメットなんだけど、まあ、バイザーと呼ばれる、顔を守る、フェイスシールドみたいな、これね。フェイスシールドみたいなものを付けられる装備ですと。で、用途としては、結構、中級者よりも上の人たち向けの装備。で、特に、ここのグループは、そもそも物理的に、これが、このバイザー系が、中級者以上じゃないと購入できない。ピースキーパー4かな ?4 になんないと購入できないはずで、弱いバイザーもあるんだよね、こういう。でも、俺はね、これね、あんまりおすすめしないから、今回はちょっと話しないわ、これ。これ、俺ね、好きじゃないし、弱いと思うから、これの話はしません。まあ、なんで弱いかっていうのをちょっと話しとくと、これ一応ね、ピースキーパーの、ピースキーパー3とか、ラグマン2から変えるようになるんだけど、目のところだけを守るバイザーなんだ。ただ、耐久が低いし、守れるのも本当にショットガンの弾とかだけなの。で、ショットガンの弾だけを防げるっていうメリットと、これつけると普通に視界が曇るのね。見えづらくなるのよ、バイザーついてるから。で、その効果を天秤にかけたときに、俺はこれはないなって思うから、これはね、俺はおすすめしないっす。で、基本的には、バイザーっていうのは、視界が曇るのね、ちょっと。見えづらくなる代わりに、顔と目と顎に対する、弱い弾、3以下。基本的には3以下の弱い弾を、シャットアウトしてくれるっていう性能がある。だから、スカブとか、初心者が使う弾とかのワンチャンを防ぐ意味合いで使われることが多い。で、まあ、あとは上級者系の弾でも、弾いてくれる、そのリコシェットチャンスで弾いてくれる可能性があるから、まあ、そういうところで使うのが主になるかな。じゃあ、まあ、文句なしで一番強いグループのやつから行くか。じゃあ、まずは、エアフレームターン。これはね、強いっす。これ文句なし。この、通常のクリアなバイザーをつけられるタイプのバイザーの中で、最も性能が優れてると言っても過言ではないヘルメット。エアフレームとかって呼ばれるヘルメットだね。で、これが、性能がですね、ヘルメット本体が、コンバインドマテリアルのアーマークラス4。で、トップとネープ守ってくれて、耐久が40。で、リコセットチャンスもハイ。で、デバフもそんなない。まあちょっとこの辺は、ある程度割愛していくんだけど、こいつの進化は、優れた拡張性にあって、これ今ね、フルカスタマイズの形なんだよ。これが。で、これ、ヘルメット本体に加えて、顎を守る、エアフレームチョップスっていう、パーツと、バイザー、このファスト FS、フェイスシールドがついてる状態なんだよ。っていう組み合わせなんだよね。これ何が強いかっていうと、バイザー系をつけられる中で、まあ、最も拡張性が高くて、普通のバイザーがありますと。で、この普通のバイザーがアーマークラス3なのね、こいつが。こいつが普通のバイザーがアーマークラス3で、正面の弾をシャットアウトしてくれます。プラス、こいつのとっても強いところが、この横につけられるエアフレームのチョップスっていうパーツがあって、これが、二重ガードになるんだよね。フェイスガードと、フェイスシールドと。で、目のところはフェイスシールドオンリーになるんだけど、顎の部分がフェイスシールドプラス、このチョップスガードで二重になるの。3と3の二重ガードになるから、それがめっちゃ強い。で、しかも耳も守れる。耳も3で守れてて、で、しかもヘッドセットもつけれるっていう、マジで、何でもつけられる装備なんだよね。さらに、ちょっと説明してなかったんだけど、バイザー系のヘルメットは、さらに、アイウェアでサングラスがあるのね。コンドールの、バリスティックサングラスみたいなのが、プラパー4から買えるんだけど、それを合わせて重ねると、さらに、目のところも二重にできるっていう。だから基本的に、アーマークラス1のそのコンドルのサングラスは、バイザー系使うんだったら絶対つけた方がいい。っていう、マジで無敵のヘッドセットをつける際の最もいい選択肢と言っても過言ではない。ただ、難点が1個ありまして、もうひたすらに高い。でも、一番上だね。強いから、すごい。だいたい値段的に言うと、
ヘルメットエアフレーム本体が14万ぐらいで、ショップスのやつがマーケットオンリーで、これがね、時期によるんだけど、後半はめっちゃ高くなっちゃう。でも今だったら、3万から5万ぐらいで買えると思う。で、バイザーが350ドルだから、まあ、20万ぐらいだね、これ、運用するなら。で、一応ね、アゴガードの、このショップスのやつは、交換があって、ピースキーパーに。ゴールデン 1G 本1個と CPU 1個だから、まあ、これも交換で使うともいいと思う。まあ、あくまで、3のバイザーだから意外と抜かれることもあるので、その辺はご了承って感じだね。でもう一個、こいつと双璧をなすバイザー付きヘルメットの人気商品、さっき、まあ、ちょっとこれ俺の主観になっちゃうんだけど、エアフレームターン難点がもう一個あって、ちょっとデザインが、まあ、俺は好みじゃないっていうのがあって、そういう人におすすめ。デザインがな、エアフレームターンちょっとデザインが好きじゃないんだよなっていう人はこっち。これはね、かっこいいっす。これかっこいいっす。これは、さっきも説明したけど、材質がコンバインドマテリアルで、耳は守ってないけど、リコシェットチャンスハイの耐久が45っていう、デバフはほとんどない X フィールのブラックなんだけど、これはね、カスタマイズパーツが黒のみ、専用のバイザーとイヤーガード、耳当てつけられますと。耳当てがアーマークラス3で、エアフレームと変わんないほぼ。バイザーがちょっと X フィールの方が硬いで、値段も同じぐらい。X フィールもフルカスタムにしようとすると20万ぐらいかかる。X フィールは1個明確にエアフレームに負けてる点があって、耳当てが耳しか守んないんだ。耳しか守んないから、顎が二重になんないのね。だからそこが、やっぱエアフレームは一個進んでるところ。X フィールより。顎のところが二重になってるのが、やっぱ生存率に結構直結するから、そこは、まあちょっとご了承っていうところではあるね。エアフレームのバイザーってこれ4マスなの。でも、X フィールのバイザーは2マス。横2マスだから、替えのバイザー持ってって付け替えるっていうのもあり。っていう、まあ、ここはね、両方ともトップクラスのすごいいい性能だから、まあ、俺は両方 S だと思う。で、ちょっとここで合わせて話をするんだけど、昔は同じ土俵だったこのファスト MT っていうヘルメットがあるのね。で、これもね、同じようにバイザーをつけられて、このヘルメットの本体が4なの、アーマークラス。ただ、つけられるパーツの数的にこっちのが優秀なのと、今は個人的にファスト MT はそういうバイザー運用をしない方が俺はいいと思ってるのね。で、これ理由ちょっと後で説明します。なので、普通のバイザーつけるんだったらファスト MT じゃなくてこっちの2つの方がいいよ。じゃあここで、安めの選択肢いきます。安めの選択肢、さっき紹介した TC800-4 のヘルメットと H ジェルム、これ3のヘルメット。バイザーを、まあ、これ買えるようになって、でも、こんな20万もかけてらんないよと。まあでもバイザーは欲しいよっていう人はこの2つおすすめ。この2つは、ヘルメット本体がまあ4万とか5万円ぐらいだから、バイザーと合わせても8万円とか10万いかない金額で運用できる。で、その代わり耳が守られてないから、正面と後ろ頭の部分しか守られてないっていうのを理解して使うのがおすすめ。この2つが安めのバイザーの選択肢になるかな。TC800 はね、やっぱ安いから、おすすめかな。コスパもいいし、A ぐらいにあっても俺はいいかなとは思うね。H ジェルムの方は、アーマークラス3だから、まあ、1個下がっちゃうけど、これも悪くない、正直。で、こいつと、こいつが出てきて、昔は、この LSHZ、こいつもバイザーつくんだけど、こいつはね、ちょっと、今は、あんまやっぱ使われない。微妙。これにバイザーつけるんだったら、やっぱこっちの2つにバイザーつけた方がいいから、これは俺は明確に今 D だと思うね。ほぼ上位互換みたいな性能のヘルメットが出てきちゃってるから、 LSHZ はまあ使わないかな基本的には。 LSHZ を唯一使えるシーンがありまして、それが何かというと、この2つ、この正面についてる某映画の兵士が使ってるようなバイザーなんだけど、これトルーパーマスクっていう、ちょっと今これ単品なくて申し訳ないんだけど、トルーパーマスクっていう一種のバイザーです。これはバイザーの部分だけが、タックケクヘビートルーパーマスクっていう名前のバイザーで、材質がアラミドのアーマークラスは2、3じゃなくて2なんだよこれ。
2で耐久45のリコシェットチャンス、はい。バイザーってさ、これこっちのバイザーって目と顎しか守んないって言ったじゃん。ただこのトルーパーマスクはトップも守ってくれんの。だからあのスラープみたいにヘルメットつけるとこのトップの部分が二重構造になるのね。それが結構強い。意外と正面からの打ち合いだと防いでくれることがありますっていう感じ。一番こいつの強化できる点がこの辺のバイザーって全部視界が曇るのね。見づらくなるんだけど、このトルーパーマスクだけ視界が曇るっていうデバフがないんだよ。屋外の索敵とかに如実に出てくるから、そういうのが好きな人はおすすめ使うので、大体トルーパーマスクはただマーケットでしか販売してないから、大体は5万から8万円ぐらいで収まってるんだけど、高いシーズンとかになると10万超えちゃうね。で今シーズンは多分高くなるよ、トルーパーは。これなんでかっていうと、これ運用するときって俺1個だけなの、これ使うときの理由。唯一バイザーをしたままナイトビジョンをつけられるんだよね。この外側の一番手前のところにナイトビジョンつけるところがついてるから、夜間に唯一使えるバイザーなのね。で今シーズンショアのカルト狩りが結構盛んというか盛り上がってるから、そういう意味で俺は夜行くときは絶対これなの。事故も防げるし、視界もクリアでナイトビジョンつけられるし、ヘルメットの頭頂部の部分も二重になってるから、意外と普通に高貫通の弾も弾いてくれることもあるっていうのがあって、夜は俺の中ではこれがやっぱ一択、今シーズンは高くなると思う。このトルーパーマスク使うんだ時にどのヘルメット使ったらいいのっていう話なんだけど、その時に使えるのがこの辺なの、この4つなんだ。このトルーパーマスクが使えるのって、このファスト MT、ファスト MT、LSHZ、TK ファスト MT っていう、これレプリカのヘルメット、おもちゃなんだけど、ここになるのね、このトルーパーマスクがつけられるのが。ここで評価していきたいんだけど、このファスト MT さっきさ、バイザーつけないで、普通のバイザーつけないで運用した方がいいって言ったのはそういう理由で、こっちは明確にこのトルーパーマスクをつけるときに一番強いヘルメットだから、こっちで運用した方がいいよっていう理由だね。でここのファスト MT がアーマークラス4で LSHZ が3で、これが1だから、まあ基本的にはファスト MT で運用するか LSH で使った方がいい。個人的な評価なんだけど、ファスト MT にトルーパーバイザーをつけたのはかなり俺は強いと思う。これは評価高い。用途がオンリーワンなんだよね。夜間にこれしかやっぱ使えないの、バイザー付きでナイトビジョンが使えるっていうのが。だからそういう意味ではオンリーワンの性能で最も性能が高いから、まあ S の下の方になるのかな。まあ一応この LSHZ の方でも使えるんだけど、1個アーマークラス普通のヘルメットの方が4から3に下がっちゃうから、まあこれはねあんまり俺はおすすめしないね。まあ外しとくか、逆に。まあ基本的にファスト MT で使った方がいいっす。でこのファスト MT 自体のちょっと性能を見ていきたいと思うんですが、黒の方がピースキーパーの3から、材質がコンバインドで、アーマークラス4、トップとネイプ守ってくれて耐久40、リコシェットチャンスはハイで、デバフがもうほとんどない。 MS-1% とか。ただまあさっきも言った通り、これ使う、これってこのトルーパーマスクがつくのがすごいいいところだから、普通にバイザーをつけることもできるんだけど、普通にバイザーをつけるのはちょっと俺はおすすめしない。これここの2つは普通のバイザーをつけて運用するっていう考え方だったら、まあ TC800 とかよりも中途半端な運用になるから、まあこの辺かもね。カイマンいきます。カイマン、ガルビオンカイマンハイブリッドヘルメットっていう名前だね。材質がコンバインドで、トップとネイプ、まあ、耳なしの守ってくれるやつで、耐久が50、結構多いね、こういうタイプのヘルメットにしては。でリコシェットチャンスもハイで、デバフも、まあ、ほとんどない。マイナスエルゴノミクス 1% とか。こいつはね、意外と悪くないと思ってて、俺は。おすすめの運用の話をしたくて。まずマーケットで購入できないんだけど、意外と拾えるの。ハイドスタッシングも入ってるし、レイダーとか、ローグとかが結構持ってるんだ、このヘルメット。それがね、あって結構入手できるよ、このヘルメットは。こいつのいいところがカスタマイズパーツが3つつくんだ。ヘルメット本体があるじゃん。
で、顎ガード、バイザー、目だけバイザー、トップアーマーみたいなのがつくのね。で、この3つがつくのが結構良くて、で、俺のおすすめの運用方法はバイザーなし。バイザー以外をすべてつける。顎ガードと、トップのアーマーをつけるのが一番いい。で、これなんでかっていうと、まずバイザーが2なんだ、これ。これと一緒なんだよ。耐久は30なんだけど、だからもうほとんどお守りレベルなのね。で、そのお守りっていうか、まあ、気休めレベルなのね。で、気休めレベルなのに、視界を悪くするから、ちょっとそれはね、俺は微妙だなって思うから、目のバイザーはね、あんまつけない方がいいと思う。で、その代わり、クリアな視界を保ったまま、顎を守れて、顎がね、アーマークラス2の、ハイマンバリスティックマンディブルガードっていうのがあって、まあ、これマーケットで買うのか、ピースキーパー、LL3 から買えるから、それ買ってつけて、トップにも、ハイマンハイブリッドバリスティックアプリケつけられる。それがね、アーマークラス4なんだけど、ポリエチレンで、耐久40っていう、追加装甲。だから目のバイザーの部分だけなしで使うのが結構俺はおすすめかなと思う。ただまあ評価的にはそんなに高くないね。マーケットでも入手できないし、自分で拾えるけど、まあそんなに安定供給があるわけじゃないから、B ぐらいかな多分。まあそう、拾えたら使う感じでいいと思う、俺は。じゃあ最後に、強信者がやっぱ多数存在すると言われている。シャッタードマスクっていうマスク。一見ネタアイテムにしか見えないんだけど、結構ガチな性能でこれ。ラグマン4から買えますよと。で、値段もね、安い。いくらだっけ ?2 万円しないよね。2万5000円か。結構するな。材質がアラミド。まあ、材質とかも関係ないんだけど、アーマークラス1だからこれ。で、正面守ってくれますと。正面守ってくれます。で、耐久40で、こいつは何のために運用するかっていうと、これリコシェットチャンスがハイなの。で、弾をね、弾いてくれるらしいんだ、結構。俺はあんま使わないし、なんかこう、安物の装備で出ることがあんまないからわかんないんだけど、ラボにある程度の軽装、4アーマーリグとこれとかで来る人はマジで多い。これで武器だけ強くして、先に撃って殺すみたいな運用。だから、祈りの装備だね。弾いてくれー、弾弾いてくれーっていう祈りの装備。だから、ただ、まあ、その視界も、バイザー系の特有の視界が悪くなるっていう効果もないし、デバフもないし、値段も安いから、結構、まあ俺はいい装備だと思う、普通に。まあ一応これが、バイザー系の大体の評価だね。B 以上は使い道がある。拾えたら使ってもいいし、この辺は、すごい、バイザー使うんだったらコスパがいい。で、一番上はハイエンドで高いけど、明確に使える場所があって、性能もいい。お金かけるんだったら上の3つから用途に合わせて好きなの選んでね。コスパ重視で、とりあえずバイザーだけ欲しいんだったら、この辺選んでね。で、まあ、カイマンは拾えたら使うぐらいがちょうどいいよぐらいな感じだね。ってな感じです。最後に、バイザー付き、ヘッドセットなしのクローズ、ヘルメット。クローズドヘルメット。まあ、本当に戦闘用というか、まあ苦手な人はマジで使えないヘルメットだと思うんだけど、これの解説をしたいと思います。今からの話すカテゴリーが、バイザーがついてる代わりにヘッドセットがつけられないっていうタイプの、音が聞こえづらくなるフルフェイスヘルメット系の説明をしたいと思います。でこのカテゴリーはかなり戦闘用、音聞こえる範囲が狭いから、使いづらい人は本当に使えないタイプ。俺は結構好きなんだけど使えないタイプのヘルメットだね。その代わり防御性能はやっぱどのカテゴリーよりも一番良くて、すごい頼もしいヘルメットが多い。もう一個特徴があって、結構低レベルから使える。バイザーついてるんだけど、なんかそのバイザー自体の入手手段が結構多かったりとか、拾えた時の段階、ボスとかがつけてたりするんだけど、ボスから拾った時も、バイザーがそもそもついてたりするから、意外と低レベルからも使えるっていうのが利点になるね。
で、このヘルメット系を使う場合は、明確に戦い方があって、基本的に音が聞こえないから、相手より先に絶対撃たれちゃうのね。だから、撃たせて取る戦い方が強い。相手に先に撃たせて、だから動き回るのよ、常に。止まらないようにして、相手に先に動かせて、撃たせて、撃たせた後に遮蔽に隠れて、相手の位置分かったら正面から撃っちゃって、ヘルメットのアドバンテージを生かして勝つっていう戦い方になるね。で、そう。この装備使う場合は、基本的には、アーマーも同じぐらい強いアーマーをつけないと意味がないから、ヘルメットと同じぐらいのアーマーは必ずつけるようにした方がいい。相手に撃たれるから、遮蔽から遮蔽の移動をかなり意識しないといけなくて、車線も、なんかそのすごい車線が通るところを通らないようにしながら、遮蔽から遮蔽、遮蔽から遮蔽みたいな動きができるようになんないと結構死んじゃうと思う。まあ、これいくか。フルアーマータイプのヘルメットの中では、まあ一番使われるヘルメットだと思う。一番使われて一番安い。今はちょっと正直あんまり強くない。今の時期に使っても。で、このヘルメットは本当にワイプ直後から、まあ2、3週間ぐらいまではすごい強いんだ。だから、その頃の、まあ今だともうそれちょっと試せないけど、次のシーズンの初めとかにやっぱ手に入ったら使ってほしくて、そういうワイプ直後の時期に使うのがすごい強いヘルメット。色違いあるんだけど、基本的に性能は一緒で、グリーンがラグマンの2から、黒がラグマンの3から。で、ヘルメット自体がコンバインドで、アーマークラス4。アーマーの範囲がトップ、ネイプ、イヤーズ。耳を守ってくれる。で、耐久35だね。で、リコシェットチャンスがミディアムでちょっと低い。で、デバフが、意外とね、デバフ少なくて、L5-2、ムーブメントスピード -3 とかぐらい。で、ハイサウンドリダクションって言って、この辺のカテゴリー全部はそうなんだけど、音がめっちゃ聞こえづらくなる。で、ヘッドセットもつけられないから、かなり音の聞こえる範囲は狭くなる。で、フェイスシールドの性能が、アーマークラスフェイスシールドが3で、耐久が50。で、目と顎両方守ってくれて、材質はグラス。ガラスはね、まあ珍しいね。バイザー系に多いんだけど、一番下だね。リコシェットチャンスミディアムで、ターンスピードマイナス5%。意外とね、なんかこう、ごついイメージあるけど、デバフはそんなに少ないよ。で、これはね、ラグマン3から変えるようになる。で、実は、これは、バイザーが手に入んないとやっぱ使えないんだけど、実はね、ラグマンの2から、フレックスグラスっていうアイテム2個と交換してもらえるんだ、バイザー。だから実はこの交換を使うと、かなり早い段階から使えて、マジで最強序盤。で、あとは、カスタムのボスとかが結構持ってるから、意外と、マーケットとかにも出てるし、安い。だいたいね、バイザー込み込みで、7万円とか、しないぐらい。フォート、カイバー M バレットプルーフヘルメット。これね、同じ時期に使う、序盤に使う、フルアーマーヘルメットで、材質は、こっちポリエチレンで、ほぼ同じなの、性能。ただ、こっちは、アーマーの、そのヘルメットの部分の、クラスが、3なのよ。で、序盤に強いって言ったじゃん。序盤に強い理由の一つとして、こっちは、頭覆ってくれてるところが、4なのが結構強いんだ。3はね、ちょっと微妙で、これはね、ちょっと正直ね、おすすめできないので、D となりますね。まあ、あとは、アーマークラス3だと、これマジで使ってる人見たことないわ。SSSH95 スフィラ S ヘルメット。これね、耐久100あるのすごいよな。アーマースティール。で、まあ、バイザーはつかないんだけど、耐久100あって、リコシェットチャンスミディアム。これはね、店売りした方がいいと思います。これ。店売りが高くて、おすすめです、これ。っていう感じ。5万ぐらい、そう、5万ぐらいする。おすすめだよ、店売り。で、同じく、これも3。浪人ヘルメット。これね、すごい外見。意外とネタアイテムに見えて、耐久60あって、全部守ってくれんの。トップ、ネイプ、イヤーズ、アイズ、ジョーズ。もう全部守ってくれて、で、耐久60。で、材質アラミド。めっちゃ強そうなんだけど、これはね、店売りがすごい高いので、店に売るのを、マジでおすすめです。これ10万します、なんと店売り。
これね嬉しいよ。これハイドスタッシュとかから出たら超嬉しい。じゃあ次がクラス4かな。クラス4のヘルメットで、これね、俺今シーズンね評価を上げたと思ってるヘルメット、この ZSH の次のステップのヘルメットだね。 ZSH 使って、お金に余裕できてきたり、ちょっとみんなの球が強くなってきたらこっちにすんのがおすすめ。ただあんまり万人受けする装備じゃないと思うから、あんま鵜呑みにして使わない方がいい。俺の評価 BNTI、 俺ブンチとかって呼ぶんだけど、 BNTI LSHZ2DTM ヘルメット、これコンバインのマテリアルで、トップネイプイヤーズ耳まで守ってくれて、アマクラス4です。これで耐久55で高い55高い、すごい。でリコセットチャンスもハイなの。ただデバフが結構あって、エルゴマイナス10、ターンスピードマイナス 15%、ムーブメントスピードマイナス 3% で結構デバフが大きい。こいつのすごいところは、これラグマン3から変えて、基本的に店で売ってるやつは買わない方がいい。これね、拾えるっぽくて、マーケットがね、安いのよ、これ。ヘルメット本体で、安いと6万ぐらいで買えるの。高いと9万とかしちゃうんだけど、6万とか7万とかで買えるんだったら、これを買って、でバイザーをつけるのがすごい安上がりで、雑種より1段階上のいいヘルメットっていう感じで使えてた俺は今シーズン。雑種よりも優れてるところが、これバイザーのクラスが4なんだ。実はラグマン4から買えるんだけど、これも同じくして、ラグマン3、1個下の段階、ラグマン3だから30レベのタイミングからフレキシグラスピース、フレックス3個でバイザー交換できるから、それで交換して運用するのがね結構強いんだ。32か。だから俺はその32ぐらいになった時にバイザー交換できるの知ってたから、マーケットで安い時にこれを買ってバイザー交換して、まあ大体10万円ぐらいで運用するっていう感じで使ってたね。ちょっと高級な雑種みたいな感じで、あと、まあ一応4、こいつも4だから説明しとくか。これはね、チーター以外使ってんの見たことないわ。これなんでそうなのかっていうと、ちょっとヘルメットの性能先に行くね。みんなご存知、キラがつけてるヘルメットなんだけど、基本的にマーケットで買えなくて、今シーズン買えなくて、拾うか、キラから出すかなんだよ。で、材質がアーマースティールで、トップ、ネイプ、イヤーズ、全部守れる。で、耐久ヘルメット本体も60あって、リコセットチャンスはミディアム。で、デバフもね、そんなにでかくない。マイナス7エルゴとかだから。で、このヘルメットの部分4なんだけど、このヘルメットのすごい強いところが、正面のバイザーが6なのよ、これ。昔はこの細い目のところ抜けたんだけど、今抜けないから、マジで基本的に倒せないの。正面から頭打っても。で、耐久50で、高いです。で、アーマーレベル6で、しかも割れるとかないから、これ。結構強いんだ。ただこれ視界がもうマジでもうこういう感じになっちゃうの。使ったことある人はいると思うけど、ビジョンがマジでやばくて、常人だったら基本的に使えないんだよね。だからまあ大体これかぶっ、まあちょっとこれあれ言っちゃうと微妙だから、そのじゃあこれかぶってるやつそうなんだみたいになっちゃうのは嫌だからあれだけど、基本的にはあんまり使う機会はないヘルメットだね。まあ、ネタとかで使うことはある。ただ意外と、なんかこうパーティープレイするときはいいかもね。味方に音とか聞いてもらったり、索敵してもらって、その一番前走る人がこれつけてたら、結構、その役割分担、そう、エントリーみたいな人がこれ被るのは結構ありかも。なんで C なのかっていうと、性能的にはまあ悪くないんだけど、これね、店売りがすげえ高いの。15万ぐらいするかな、バイザー含めて。基本的には使わないで店に売るのがおすすめだね。店売り高い系アイテム、もう一個いきます。バルカン S。これはね、実はね、ヘルメットの中で唯一の外側、頭の部分6ヘルメット。これはコンバインドで材質が、マーケット売りなし、店売りなし、もう拾うしかない。アーマークラスが6、なんともう頭の部分。で耐久55でリコシェットチャンスも、はい。でも、ペナルティが、エルゴマイナス20とかで結構えぐいっすと。なんと、ラグマン4になったら、交換してもらいます、これ。グラフィックカードと、
ラム4枚で交換できる。これこのフルカスタムのやつだと25万ぐらいするんじゃない、店売り。これマジで店にね売ると高いから、出たら嬉しいね。悪くないんだけど、終わってるのがバイザーが4なの。これ実はバイザー耐久85あってすごい強いんだけど、バイザーが4でやっぱ割れちゃうんだよね。それがやっぱ微妙で使われてない。これでバイザーも5とか6だったらマジで強かったけどね。まあ使わない方がいいですよこれは。前シーズンに追加されたヘルメットで、これね俺違いあるのかと思って調べたんだけど違いなかった。ファクトリーのボスタジーラが装備してるウェルディングマスク、溶接マスク、ウベイとゴリラ、アーマースティールで、アーマークラス5です。でトップ、イヤーズ、アイズ、ジョーズ、だから後頭部以外の前側は、前と横は全部守ってくれる。結構優秀で、耐久40でリコシェットチャンスもハイで、こういう系のヘルメットにしてはマイナスも少ない。 L5 マイナス10とかだからそんなに多くないね。でハイサウンドリダクションだね。これマーケットに出せないんだけど、まあタジーラ結構出会うから意外と手に入る機会は多いと思う。で意外と強いように見えるんだけど、俺はねちょっと微妙だと思ってて、この辺のバイザー系ってなんかはぁ、はぁって吐息あるじゃんキャラの。あれ最初はないんだ。でバイザー打たれてバイザーが割れるとはぁはぁ言い出すのこの辺は。でもこいつだけなぜかレイド入った瞬間から言ってんだよね。それがねうるさいし周りにも聞こえるっぽくて、それがマジでマイナスポイント。でしかも後頭部野ざらしなのよ、頭見えてんので。意外と後頭部って打たれること結構あるから、ちょっとね微妙なんだよね。だからそこがまあ店に売った方が俺はいいんじゃないかなって思うから B かな。そしてなんでこいつが B かと、ちゃんと音聞いたりうまく使えるんであれば、このゲーム最強のヘルメットがやっぱこのカテゴリーにはあるからなんだよね。それがこの2つ、アルティンとディスティ、この2つですね。マジで文句なしの最強ヘルメットだね。俺もマジで大好き。似てるんだけど、一応リスティの方が上位互換、性能的には。ただ入手性が圧倒的にアルティンの方が良くて、まあ俺は基本的にはアルティンを使うね。アルティンが、アーマークラス5で、材質アーマースティールでトップネイプイヤーズ守ってくれて、リコセットチャンスがハイ、耐久は45、デバフはね中ぐらいで L5 マイナス6とターンスピードマイナス 17% とかで、サウンドリダクションがハイかな。でこいつはフェイスシールドがね強いんだよね。フェイスシールドがコンバインドマテリアルですと。で耐久50あって目と顎守ってくれて、リコシェットチャンスもハイっていう。で L5 もマイナス7とかでそんなに高くない。これはねマジで本当に明確に命救われるタイミングがマジで多い。アルティンじゃなかったら死んでたなみたいなの今シーズンもう軽く50回ぐらいあると思う。一応これマーケットに出せないんだけど、リシャーラの護衛とかがつけてる可能性があるのと、アルティンはね実はなんかそのマーケットに出せないんだけど、交換が結構安くて10万円ちょっとぐらいで交換できるのよ。でラグマン4になったら交換できるようになるから、定期的に交換してると普通に使える。そのヘルメット側はマーケットに出せないんだけど、バイザー側はマーケットに出せるので、バイザーの方がすごい安いから3万とか4万円で買えるから、結構そのバイザー2枚持ってって替えのバイザー持ってって使うのもそんなにコストかかんないからすごい強い。正直これは本当打たせて取るの代名詞だね。もう一個のリスティが、これは明確に上位互換で、全体的にアルティンのそのデバフ、ターンスピードとかエルゴマイナスとかをまあ 30% ぐらいなくして耐久ちょっと上げたのがこのリスティ。あと一応ね材質がチタンだからちょっと硬いかな。でフェイスシールドも同じくコンバインドマテリアルで耐久が5増えてるのね。だから耐久がちょっと増えてて5ずつ、まあ、ちょっと硬くなってる。ただその代わり交換がね高いんだよね。ちょっとこっちの方がバイザーがプレックス4個とボルト1個
で、ヘルメット本体がプレックス6個と、まずこの時点で10万超えるんだ、多分今の相場だと。プレックス今2万とか多分する時あるから、プラスアラミド5個、アラミドファイバーって、あの布5枚で、これも2万ぐらいするじゃん。でプラスコーデュラ1枚だから、ヘルメット交換するのに20万かかんないぐらいするのね。だからちょっとね、コストが高くて、俺はなんで結構リスティ使わないんですかって言われること多いんだけど、入手性が全然違くて、リスティはね高すぎる、正直。この高々、まあ、材質がちょっといいんだけど、実際材質いいのと耐久が5増えるのに、そこの部分にそんなにお金かけるのは俺はもったいないなーって。まあ今とかね、俺お金余ってるから別にいいんだけど、まあもったいないかなっていうのが俺の中である。あと、そう、替えのバイザーも持ってくの結構難しいから、そういうところがあって、まあちょっと俺はおすすめしないかなって感じだね。まあバイザー系、あ、フルフェイス系のバイザーなし、ヘッドセットなし、あ、じゃあバイザーありヘッドセットなしのヘルメットは評価はこんな感じだね。まあでも評価っていうか、この辺は本当に時期によって使い分ける感じだから、まあタイミング見て、今だともうアルティンとかでも結構普通に抜かれちゃうけど、まあでもまだ普通に守られるか、救われるシーン多いか、使われてる弾のメタに合ったヘルメットを使うといいと思います。まあ3種類カテゴリー分けてやったけど、まあヘルメットはみんなが思ってる以上にお金をかけると意外と命守られること多いから、まあ無理のない範囲でケチらずヘルメットは買った方がいいね。今の時期はアルティンと、まあ、X ヒル、エアフレームとかね、まあこの辺がすごい強いんじゃないでしょうか。あとスラープね、バスティオンね、この辺かな。まああとは夜とかだとトルーパーマスクつけたりね。まあ序盤中盤とかはこの雑誌とかでしのいで、その後この LSHZ の分値使ってこの辺に上がってくって感じかな、みたいな感じです。